どうもー、どうもジェニーです。どうぞよろしくお願いします。ということでね、10月10日、10、10ってことでね、今日も競馬の話やらせてもらうんですけどね、っていうことで、33万馬券あって、なんだよ33万馬券ってこれ、急ですけどみたいな、もう当たってるんだったらちょっと口座増えてないんですけどみたいな、JRA みたいな、そういうことで、まあね、まあちょっと今日はまずは、まあ午後の反省会、そこから、まあ、プロバイドの、まあ、出走情報行くんだけど、臭くないこれ。もうインターネットね、これちょっと臭さとか伝わったらマジノーベル賞。ノーベル文学賞みたいな。そうそう、誰ジェニーです。どうぞよろしくお願いしますって名前だけ覚えて帰ってるっていうね。そうそうそう。いうことで、今日は、まぁ、ちょっとね、先週の月曜日だっけ、うん。先週は昨日か。おとつ昨日か。うん。いや、したよってことでね、そうそうそう。あ、第2エンド本気なんだね、ってことで、農研走った、まあ、プロバイドもね、明日走るよってことで、そうそうそう。いうことで、プロバイドの出走情報と、午後の反省をお届けします。ちょっとな、まず言っていいか、本当に。まず言っていいか、これ。もうちょっと、脳に栄養がいってないので、なんだよ、ポレッパイド、なんだ、ポレッパイドって、これ。脳に、栄養がいってないので、言葉が詰まるよね、マジで。もうな、辛い。もう減量が辛すぐる、マジで。もう、頭皮にもっていうか、もう髪とか抜け、落ちる毛みたいな、これ。いや、砂糖舐めたら、だから、砂糖舐めたら、太るじゃないのっていう。もう、年、本当じゃ、もう、俺40だぞ、来年。俺40だぞっていう、今焼きそば食べてるめっちゃうまそう。俺も炭水系は、もう、糖類系は、一切取れないみたいな。何キロ落とす？まあやっぱ50代？もう体脂肪一桁？いかない。まあビールでも飲めるかみたいな。パーシー舐めても、まあ太らないけどねっていう、これ。そうそう。お前みたいな人間は、すぐそうつく。どうせ飯。食ってねえし、ほんとに。食って、だから、だいたい今日も、今日は、もちろん1日1食はね、もうずっと続けるんだけど、納豆1パック。うん。1パックな。おう、3連コンボになってんじゃん。あれの1パック。あとは、生卵。おう。あとは、キムチ。前もこれ言ったっけ？キムチダイエット。うん。だろ？キムチ。あとは、あれ、おからクッキー。おう。マジで。でな、よく見たらな、おからクッキー。結構カロリー高い。おう。意味ねえじゃねえかよって、これ。おー、マジでって。納豆。まあ、納豆もカロリー高いんだけど、なんていうの、炭水入ってないから、おー。だそこも、もうあとはもうお茶。おー、もうあとはひたすら、もう本当に水分取りまくるみたいな。もうそれで行くみたいな。何場所だから、なんか見て、来月の、まあ、ちょっと、3日5日、11月の3日5日、おー、出走だよ、出走、俺が。おジョッキーだよっていう、全員集合だよみたいな。そうそう。なので、ちょっと体重をつなきゃいけないって、もう62だから、多分今な相当減ってると思うんだけど、もう、あと1ヶ月の辛抱、マジもうレース終わったら速攻で食ってやる、マジで。おう、何が出走って、皆さん、お世話に、バカ野郎ってこれ。バカ、オフ、いや、出走で走る方っていう、そうそう。それでレースの体力も。いや、だから、考えてんだけど、もう前日に栄養を取ればいいかな。うん。前日にね。うん。そしたらもう、そんな一気に太らないだろうみたいな。そうそうそう。身長178。うん。で、今62ぐらいだと思う。前測った時62ぐらいだったよね。うん。走るんだ。気をつけてね。馬に勝てるんかって。いや、なんで俺がなんで、そのなんか、胴で走らなあかんねんっていう。そうで、乗るんだよ、だから。うん。今日無駄話しないでよ。顔さ、なんなんだ、マジ。無駄は一切ないみたいな。そうそう。背でかすぎるけど、もうだって、仕方ないじゃん、これ。骨削るしかないもん、あとは。そうそう。いいのか、それでっていう。なんの話やねん、みたいな。だから、キレが、いや、だから、なんか、キレが悪いって言われても仕方ないっていう、これ。もう本当に、もう、なんだろう、手が震える。うん、レベルで栄養がないみたいな。おしかもな、これちょっとね、副作用だと思うんだけど、マジちょっとな、みんなこれ言うね、他で。おなぜか、もう、おとつい、この3連休から、なぜか、チンポが痒いです。はい。もう相当痒い。なんかね、赤いブツブツがこうなんか、周りにできてますみたいな。おそうそう。まあ、一つ言わせてもらうと、性病になるような行為はしてませんっていう。おぉ、陰菌なのこれ。てか、何もしてないんだけど、まず。抜きまくってはいる。おただ、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、俺、下半身の毛何もないんで、
おう。もう、関心見たらもう中学生だから。ぶっちゃけ。おう。だから、そんなに、まあ要は、不潔な状態にはならない。どこの店も行ってない。金がないだろ、そんなもん。おう。どこの店も行ってません。おう。何なんだろう、これっていう。おう。だから今、オロナインを塗っている。うん。お母さんにオロナインを送っていると、オロナインを塗っているっていう。おう。エイズにもなりませんっていうね。まあ、そういう行為をしてないから。おう。もう俺完全純白、潔白なんだっけなんだっけおう、スマイルオロナインどういうことやねんだから。女関係ねえだろってよ。もう、めっちゃかい。おう、なんか、股間がむずむず、痒くなるみたいな。そんな状態おう、どうしようみたいな。これ、デー捨てられんのかなみたいな。おう、そうそう、馬と走るんでしょ。馬に乗ってね、ジョッキーとしてっていう。そうそうそう、おう、走るんだよっていう。だから、まあ、なんとかね、ちょっと今日は、まあ、その、ね、ちょっと股間がムズムズ痒くな状態は、もうなんとか、あ、どうも、クルーさん、地方競馬で馬主をやってます。ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。ということで、まあ、先週末ね、うちの、全口です。これ一口って言ってる人はアンチなんで、ちょっと無視をとりあえずしてもらって、佐賀競馬で走った、スマイル55っていう、まあ、この子見て名前つけてもらったね、馬の、ちょっと反省会、まあ、残念ながらちょっと4着だったんだけども、と、明日、ちょっとね、ここは勝ちに行くってことで、スマイルプロバイドっていう、まあ、子供のこの子見てね、まあ、名前つけてもらった馬の、ちょっと出走情報をお届けしたいと思いますんでね。コミュニティでは新馬の名前募集してますんで、よかったら書いてってね。っていうことで、そうそうそう。はなんだ、敗成功はね、あ、くそ。ちょっと俺もすぐ終わってしまったみたいな。ね、そう。ね、なんかローロに見えるよね、これね。おぉ、ちょっとよくわかんないみたいな。そうそう、そういうことで。まずはちょっとじゃあ、コントラットデスクトップってことでね。どうもー。どうもジェリーです。どうぞよろしくお願いします。100分の1、1分の1で1分の1。うん。そうそうそう。一口、全口です。はい。一口って言ってる人は、もう、明日になるとこの世から消えるんでね、大丈夫ですっていう。そうそう。太ってるこれ。俺、これで太ってたら、ほんマジで、なんか食わない丼だよ、これ。マジで。そうそうそう。画面回収がするわけが、ほんまや。これはね、止められません、みたいなね。そうそうそう。いうことで。これか。ディープくんがね、ちょっと乗せてくれましたってことで、そうそう。陰金なのかな、これ。めっちゃかゆい、下半身が。俺今日ずっと帰ったもん。うん。ずっと仕事中書いてました、ボリボリ。おお。だ、オロナインは塗ってます。オロナイン H なんかを塗ってます。おお。大丈夫かなっていう、そうそう。なんか再婚できるのかしら。てか、俺ここもかゆいなんか。全身かゆいんだけど、マジで。まだに。かなっていう。おお。なんか、今ね、気づいた肩もかゆいみたいな。おお。そうそうそう。いうことで、これ見てみようか。うん。ここのレストがってことでね。そうそうそう。共同浴場で。共同浴場入ってねえよ。俺、そもそも風呂入らないもんだって。おお。ジンマシン。だ、そうそう。ジンマシン的な感じ。おお。なんか、赤い。まあ、見せたいんだけど、ちょっと、なんて言うんだろう。まあ、局部になりますんで、ちょっと多分放送禁止的なっていう。汗かいてないんだけど、まず。うん。汗かいてないっていう、風呂入らない。まあ、その風呂入らなくても、今までもずっとこのままでやってきたけどね。おう、栄養不足なのかなわかんない。まあ、確かに、1年間ずっとパスタで過ごしてきた炭水化物に、もう、浸してきたこの体に、一気に今ね、炭水がゼロになったわけだから。おう、マジで。スマイルに伝えた。どういうことやねんっていう。どこだ、どっから移んねんみたいな。そう。抵抗力はなりません。はい。無抵抗主義。そうそうそう。イソジンって、なんか、うがい薬じゃなかったっけ？うん。だから、オロナイン H 何個を塗ってますっていう、そうそう。何か風呂入るのか。入るわけねえだ、風呂なんて。もう何年入ってないかみたいな、そう、スマイルガンジーね。無抵抗主義みたいなね。そうそうそう。いうことで。じゃあ、行こうか。うん。ちょっと黄金動画見てみようっていう。おう、そうそう、シルクのパジャマね。なんか、ブルジュアですかみたいなね。そうそうそう。シャワーは浴びますよ。おう、シャーってね、流してるのみたいな。そうそう、YouTube ゴンっていうことで。おう。これで、よしってことね。そうそうそう。ね、大原さんにやってもらいました。ありがとうってことで。そうそうそう。アルコール飲んで。だから、もうな、まず禁酒。おう、禁酒、禁炭水。おう、っていうとこね。そうそうそう。おう、キムチは中性値怖い。まあ、国産だったらいいんじゃないのあれ。おう、どうこれ、うん。結構落ち着いてるよね。うん。だから、これちょっとね、ちょっと待って。これせこくないちょっと出走情報先見せるわ、これマジで。おう、足短くねえよ、だから。足短いというか、そもそもなんかペラッペラ。薄さ。おう、本当に、マジで。もう、なんだろう。例えるならば、もう完全に、あれだよ。岡本、コンドームみたいな。おう。あれだよ、もうなんか、なんていうんだっけ、薄、0.02 ミリの、なんだっけ、ゴムじゃないみたいな。そうそうそう、そのレベルだよっていう、そうそうそう、なんだっけ、サバ、うん、そうそうそう、何か被ってるのっていうと、何を被、か、まあ、だから何か、火星です。
はい。申請じゃありませんっていう、そこ、そうそう。いきなり言うけど、俺はお前のことを性的な目でしか見てないから、なんかドキドキするからやめて、みたいな。そうそうそう。いうことで、どこだっけ？これか。うん。まあ、10月だっけに、まあ、高級昇級の組調整が差が入るから、それによっての、まあ、出走です。ただし、なんなんだ、高級して、何これ、前頭前走2着っていう。うん。よくも揃えたなっていうレベルで前走前頭2着っていうこれ。どういうことこれマジで。おう急にな。おうロバじゃねえよ。サラブレッドだわっていう。そうそうそう。おうこれ。なかなかないよ。おう前走前頭2着。これ。なかなかちょっとね、競馬史上初かもしらん、これ。うん。そうそう。血だけは綺麗に洗っとけよっていう。まあ、どっちが攻め派かなみたいなね。そうそうそう。おうこれ。おうこれ、珍しくないこれ。おう、佐賀の闇を見たら、そういう組ってあんのかなみたいな。おう、これちょっと綺麗になるわ、みたいな。そうそうそう。ということで、いきなりレベルが急に上がったわね、みたいな。うん。そうそうそう、いうことで。ダメ馬の集め、バカよ。これ、前走を2着の馬ばかりなんですけど。うん。これどうよ、みたいな。え、巻き角ですね。と思うだろ？と思うだろ？これ。おう。そうは、行きますかみたいなな。午後も、ほんともう佐賀に馴染んできた。うん。かなり、なんだろうな、やっぱりこう、気象ってほんと大事だよねっていう。おー、そこすごい思った。やっぱ、大人になったね。確かに、なんだろう、体はもうね、ちょっとしょぼいんだけど、やっぱその大人になってきてるよね、みたいな。おー、佐賀コース回収して万馬券待つ。あ、そうなんだ。まだやっぱり、うちがなんか薄くなったみたいな話だっけ？うん、うちがちょっと砂深すぎたから、なんか、なんだろう、フラットにしたみたいな、そんな話だっけ？うん、丈夫さが売り、足は遅いっていう。まあ、そういうことですね。すごく大事。無事これ名馬と申しまして。うん、そうそうそう。つまり午後68戦目。なあ、休みなく、頑張ってますよ、みたいな。国地球者2頭だし、ライバルは茂軍だ、みたいな、これ。なあ、山口さんを、なあ、もちろん主戦、取られちまったよ、みたいな、マジで。うん、そんな中でちょっとやってきますってことで、そうそう。佐賀はやっぱり、ありがとうございます。なんて言うんだろう、ちょっと今までね、うちが逆にやっぱり厳しかったところを、これ、陰付きを、が、まぁ、あ、ちょっとやっぱりね、際どいところ狙っていくっていう、おうまぁ、あ、本来の競馬だよね、逆にね。おうそうそうそう。まぁ、あ、その辺にもちょっと注目してみていこうかっていう。いや、強いよ、前走、前頭2着って山下だやっていう。まぁ、あ、国地球者一応、みたいな。ね、そうそう。まあ、それはだから喋らせてよ。俺も配信してますんで、みたいな。そうそう。前回も勝てそうなのに、5-5だったなっていう。だからまあ、もう5-5のこと分かってれば、やっぱ貯めないと、みたいな。今回もそうなんだけど、やっぱ貯めてこそ、みたいな感じあったよね、みたいな。そこはもうやっぱりポイントっていう。競馬は、騎手何割？ 3 割。まあ、ただ地方だと、やっぱり6-4とか、4ぐらい行くのかな、みたいな。そうそう。もうまあ、止まってから勝負みたいなとかあるからね。まあ、地方みたいに、もう折り合い1000年みたいな。貯めて5みたいな感じだったら、まあどうなんだろうって思うけど、地方だとさらにジョッキーのね、やっぱり、力がかなり影響するっていう。まあ俺もだから乗ってるから、まあ同じ立場として言うと、やっぱり馬はどんだけやっぱり我慢させられるか、ためさせられるか。誰でもな、スピード出してビャーって逃げるのできるんだよ。それをこう、ちゃんと専用だったら専用貯めて、ちゃんとこう、走らせるというのは大事っていう。そうそう。40代男性からマナミ感染症、俺かよ、これ。上っていう。もうほんと見せたい、マジで。これ女子限定で、ちょっとね、ぜひ水着審査通った方には、もう直接、触っていただいても結構です、みたいな。パドックの流れ。パドックは、まあ、なんて言うんだろう。長いというか、何が、気合あるだろ、これ。マジで。何が、どこよ、これ。どこ、ここ。なんか、いい意味でね、落ち着きが出てきたよね、みたいな。やる気あるよ、だから。ツイッターに画像あげよう。だから、それは、ちょっと、よく、やり方わからん、みたいな。マストドンにあげようか。マストドンだったら俺が管理者だからね、あれ消えない、みたいな。ただ、人間としてどうよ、みたいな。動画編集したやつ無能だな、ハゲよう。どういうことだ、これは、ノーカットでお届けしております。いいだろう、これ。
Facebook とか、ね、Facebook はもう、ね、なんていうの、もう仕事関係繋がりまくりだから、その瞬間に、もう村八分だよ、マジで。これ何、山口さん、ジョッキー。なんで、これ、またね、これ、しげる軍団、ね、やっぱりちょっと、なんていうんだろう、国先生のね、まあ、国地球者で言ったら、まあ、対戦なんで、そこはちょっと敬わなきゃいけないみたいな。左から読むと、ラを入れたいだろう。でも右から読むと違う文字入れたくなるよって、抜いた進歩。なるほどね、これ。おぉ、とても入れたくなるね、みたいな。そういうことで。一番人気が、マサリ・ヤヒメ。うん。で、あとは、おぉ、なんだこれちょっと、クラウン、なんとか。おぉ、そうそうそう。意外結構荒れたんだよね、これ。うん。なんか荒れたっていう風に聞いてんだけど、マジで。おぉ、メールファンファーレだから。ガチガチのファンファーレやんけ、みたいな。そうそうそう。じゃあ見てみようか。緊迫感というか、これもうね、ある意味、この走らなかったら、もう、なんだろう、まあ、お肉出荷みたいな、そういう緊迫感はあるよ、これ。相当そういうクラスだから、下の方は。うん。そうそう。僕、若いこと、結婚して、今買ってもらえよっていう。望むところだよ、なんとかなりませんかって、こっちから願ったり叶ったりだよ、っていう。どこ ?5 号3番だっけ、いやね、本当にここ力は出し切った感あるよね。もう、あの、大きなミスもなかったなと思うし、何よりもね、5号がしっかり折り合えるようになった。なんか注文つかなくなったなっていうのが、もう、すごい良かった。これちゃんとすぐ控えられるしね。昔だったら、もう向きになってわーって言ってるんだけど、全然、うん、全然問題ないよねって、これ普通にちゃんとスッと控えられるっていう。何ちゅうことだよ。花。いや、花切ると、むしろ、なんていうの、あの、空使っちゃったりとか、そう、あの、気抜いちゃうから。うん、だからそう考えると、むしろこのぐらいがいいんだよ。でもしっかり控えて、ここからみたいな。の感じかな。え、マイカスの形。もちろんもちろん。もう5号は、溜めてなんぼだから、マジで。おえ、つ、いや、ついていけなかったら、その後復活するかみたいな、これ。着順見てみるよ、みたいな。おこれね、同じ旧車の。はい。これ、まあ、しげるパイセンの馬ですっていう。そうそうそう。どこ上がってたよ。上がってたよ。これ。もう、全然ってことはあったろ。見てみろ、マジで。前が早くやり合えば大丈夫。ワンチャンあるよ。こんだけな、結構ペースも流れて、ちゃんとこれ、な、巻いて、ついてってっていう。これはね、やっぱ5号の成長だよねっていう。で、それかしかもここね、山下くんしっかりとインついてみたいな、これ。まあ、これでね、まあ、あとは前がまあ伸びちゃったんで仕方ないけど、もうよく頑張ってね、ここまでついてったっていう。これな。ちゃんとね、これ掲示板ですよ、バッチリ。レースが回収したの何したのっていう。なんかね、耐震工事したらしい。その間も、出走どうすんだよ、みたいな、これ。賞金1万円。賞金は、ちょっと待ってよ。こんなもん、これ、ちょっとね。音楽、著作権の引っかかる音楽を流さないと、これね、全部なんか止まっちゃう。回ってきて、ちゃんと走ってただろ、そこは。おぉ、マジで。最近 YouTube 厳しいね、なんか。おぉ、そうそうそう。散歩で、見てたろ、今のちゃんと、インツキ、マジで。最近 YouTube さん、ほんと厳しくなったんだよ、マジで。おぉ、俺、君らがな、一線を越えた発言をするのに、のすら、なんかちょっともう、ほんと勘弁してください、みたいな。感じになってしまうんで、本当あの、一線を越えるなよっていう、言動を慎みたまえっていう、そうそうそう、いうことで、4着。うん。これな。まあ、5、うーん。まあ、でも、前頭2着の中でよく頑張ってよ、マジで。うん。音消すね。音流したら、お前、ちょっとまた YouTube さんに怒られるだろ、これ。背景。松戸慎一さん、何これ。なんだろう。ゴーゴーくん、次も頑張りましょう。PS、草競馬練習頑張ってください。ありがとうみたいな、これ。ありがとうみたいな。何か、こじきってどういうことやるんだから。誰がこじきやねんみたいな。まあ、俺なんだけどね。そうそうそう。いうことで。よし。こんな感じで。で、戻ろうか。こんな感じで、結果と。そうそうそう。なんだよ、C って。C って何やねんみたいな。そうそうそう。アンチなのかわからんなっていう。
何の話やねんみたいなのを。いや、動画を作ってくれるのはね、非常にありがたいです。ありがとう。みたいな。まあ、ただ、ちょっとね、まだ、新人動画職人さんなんで、まあ、勝手がわかんないみたいな。ベテランの方になるとね、大体、小原さんも、小松井さんも、まあ、その辺の、卒のない、BGM 選び、可憐なる動画編集みたいなね。そうそうそう。次はいつどの馬が出場なの？明日！うん、まあ、ちょっと次枠でやるんだけど、明日プロバイドがね、出ますみたいな。CEC、うるせえ、うるせえおいみたいなね。そうそうそう。いうことで、4着っていう。うん。まあ、なんて言うんだろう。出し切った感はある。うん。よく頑張ってるよ、マジで。うん。だからまあ、ここはね、もう大事。なんだけども、ちょっとな、まあ、引っかかるところも、あってみたいな。山下くんね、よく頑張ってるよ。そうそうそう。まあ、5-5 のね、力を出し切ったかなと。で、ちょっとな、まあ、それでまあ、レース終わるんじゃないの？で、あもうちょっと残念だったな、みたいな。国先生からね、まあちょっとこう、まあ Facebook？ うん、メッセージが来るわけだよ。まあこれちょっとキャプってやつなんだけど、そうそうそう。まず来たのが、これちょっと、順番に行くよ、これ順番に。これな。ちょっとまずは、ここはちょっとピントどうなっとんの、これ。ピント。よしよし。まずね、これ。はい。すいません。ご着です。また頑張ります。いや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 。うち、4着なんですけど、みたいな。おぉ。あれって。どういうことえ、よ、5着って、ちょっと、しげる会長の方なんだけど、どっちみたいな。おぉ。あ、じゃなかった、4着でした、みたいな。おぉ。マジで。そう、あ、しげる軍団、の方ですよねみたいな。おお。まあ、いや分かってるよ。どっちが大事？それ分かってるよ。うん。そうそうそう。だからまあ、4着ですねって。おお。まあ、俺は優しさだよこれ。次も期待してますっていう。おお。ちゃんとこう送って何がダブルつけるだろ普通に。おお。かっこ笑いとかなんか打つのめんどくさいからマジで。おお。ね。したらテヘペロー。なんでやねんってこれ。テヘペローって来た。おお。ちょっとよくわかんないんだけど。おお。終わり。おお、マジで。え？厩舎帰るわけねえだろって。リーディングだわっていう。そうそうそう。おっていうね。うん。どうやらね、国先生、まあ、しげる会長のことでね、ちょっと頭いっぱいだったっていう。うん。のはすぐわかった、マジで。うん。スマイルテヘペロ。ちょっと可愛いよね。おなんかちょっと可愛いけどね。まあ、とりあえず、英語で言ってます、みたいな。そうそうそう、いうことで。まあ、仲良く、4-5。1-2じゃなくて4-5。よく並ぶこと多いよね、みたいな。そうそう、よかったね。何がいいな、みたいな。スマイルペロンチョ。ちょっと卑猥だな、みたいな。そうそうそう。まあ、言うので、まあ、ちょっと相手がね、まあ、強かった。ただ、6番人気じゃん、みたいなとこあるんだけど、まあ、こんな感じの、まあ、ちょいやればけん、みたいな。6番人気、2番人気、1番人気と。まあでもね、やっぱ午後良くなってきた、ほんとマジで。うん、1番ゲット。ね、予託料もあの14万ぐらいするんだけど、うん、そうそうそう。まあ1万、うん。どうなんだろう、これ。手当なんぼって。手当は、なんだかんだ引かれて6万数千。ちょっと細かいの忘れたけど。なんで合計7万みたいな。4着。1万。5着に至っては6000みたいな。まあ、こっからちなみに20パー引かれるから手取り8000。うん。マジで。俺よりか。だから俺だって頑張って稼いでるわっていう。そうそうそう。1万は、何5着へって。5着へって5着6000だろだから。そうそうそう。中古で買ったマイネルなんとか、どうなったっていう。どうなったって今、まあ、休養出しながら、まあ、俺が、うん、調教で乗ってますっていう、仕上げ。まあ、2週間おきに俺が乗って、まあ、追い切ってる感じ。で、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、動くよ、全然普通に。動画も上げてるから見たらわかると思うけど、普通に動くっていう。いつレースなんだっていう。何が、明日プロバイドを走る。うん。で、これはもう、昨日か。昨日走った今反省会してますみたいな。そうそうそう。なんで、これ、まあ、午後ね、まあ、引き続きって感じも、本当に丈夫。うん。まあ、国先生がね、ほんと上手に管理してくれてるっていうのもあるけど、まあ、全然なんだろう、故障しないし、みたいな。いや、草競馬は、3日が長野。で、5日が、宮崎。宮崎は、もう、ほんとスマイネル軍団、オールスタッフで臨む。マジで。まあ、マッキー、
あの、まあ、一応、現地班マッキーと、動画班大原さんと、あとは、あの、渡先生も地元だから渡先生も入って、もう万全に馬を仕上げた状態で臨みますっていう。うん。隼人55入れ替えてって。入れ替えなんか普通両方とも、だから入れるよ、だから。うん。55も、てか、あの、綾競馬の、宮崎の草競馬の登録名は、スマイル55になってます。あの、買う前だったから。うん、そう、落馬は見えません。まあ、落馬見た瞬間に俺は死にますけどね。うん、もう、骨折で終わったら ラッキーみたいな。そうそう。宮崎のぼったくりはまた行くわけねえだろ、だから。もうな、何回ぼったくられたら気が済むねん、みたいな。そうそうそう。いうことで。ただまあ、減量だからね、まあ、ちょっと、あの、宮崎来てもそんな美味しい食べ物は食べられませんよっていう。宮崎競馬近くの山が噴火しそうだって入社って。あ、綾競馬ちょ、あったっけ？おう、あれだっけ、なんだ、霧島？うん。霧島だっけ、そうそう。フルメンバーで来る気も、だと思って。もう、黒木来たら、8万4000を速攻で返せっていうね。そうそうそう。1000点、1000馬。うん。あの、玉を抜いてる馬。うん。虚勢してる馬。1000点どこにあったっけ？うん。これか。うん。あの、玉抜いてる馬ですっていう。そうそう。何が。8万4000返しに行け。俺が返される方だっていう。マジ絶対告訴してやるから、マジ落ち着いた段階で。そうそうそう。うん。いうことで。うん。まあ、5号のね、力はちゃんと出し切ってるし、またね、2週間後走るんだろうかみたいなね、そうそうそう、綾競馬に、湿分症偽造で通報すれば、何を偽造した俺だから、何、あ、だから、あの、逆に、何でもいいよって言われてたから、うん、何でもいい、もう毛の色も違うし、あの、年齢も違うけど、全然いいよっていう、違うだろ、このハゲって、なんか、それまた、なんか、トヨタ議員みたいな、これ、もう、ドキッとする目でみたいな、そうそうそう、そうそうそう。で、明日の、なんで明日、毎日アボカド。アボカドって痩せんだっけ？あれ、なんか、むしろ太らなくねみたいな、そうそう、小橋が慣れてるの。まあ、だから、これは、まあ、相手関係だから、こういうの上がどんどん卒業していけば、まあ、いずれ順番回ってくる、その範囲にはいるよ、みたいな。お前も玉取ったら経由なら、バカもちょっと、再婚のチャンスみたいな。いいか、絶対俺はな、中央の免許取って、おう、で、もう、馬主としても上のランクに上がって、もう向こうから、もう、列作って、ジェニーさん、ちょっとワンセクお願いしますって、もう、列がな、もうずっと、こっから、中山競馬場まで、もう、列ができるぐらい、おう、もう、それぐらいになるんだよ、俺は。おう、そうそう、豆腐もどうなの？うん。豆腐痩せられんの？おう、そうそう。だから、一応カロリー計算して、1日1000カロリーは絶対超えないようにしてるっていう。上が抜ける頃には、上から下がってくる。だから、下がってくるのが、あの、10月なんだわ。佐賀は。10月と5月だっけ。うん。あの、他の他所みたいにガンガン下がってこないから。うん、そうそうそう。内臓売って対象になる。なんか、内臓売ったらな、もう、そもそも人間としてみたいな。その、なんか、あの、保てないみたいな。そうそう。髪は抜けるのやったぜ。どういうことなんだから。まあ、栄養はないんで、栄養はないんでね。まあ、栄養はあっても抜けるんだけどね。そうそうそう。心臓ったら死にますがな、みたいな。そうそう。いうことで。まあ、もともとね、まあ、55に乗ろうと思ってたんだけども、まあ、やっぱり、好調の馬をね、あえて草競馬で使って、調子崩してたらね、何やってんだ、馬なしってなるから、そう、骨を削るしかないんだよ。もう体重減らすには。そうそう。なんで、まあ、55は、うん、まあ、このまま佐賀でっていうことで、まあ、晴れをね、まあ、入れる。そんな感じだよっていう。うん。そうそう、お前の詐欺サイトで中央競馬負けたっていう。残念ってことでね、あの、巡り合わせです。はい。感謝状もいっぱい届いてるんで、そうそうそう。佐賀って、あの、有名、女の馬主の住んで、あ、そうなんだ。おう、どなたですかっていう、ちょっとね、そうそう、エクサ競馬は儲かるのっていう。いや、儲かんないよ。まあ、社会貢献かな。まあ、馬主として、やっぱり、もちろん競馬に参加することが、まあ、社会貢献にもつながるんだけども、国庫とかね、市の予算に入っていきますと。ただ、まあ、草競馬っていうのはね、地元のお祭りだから、まあ、ジョッキー不足でね、地元の人も大変だから、まあ、そこは、もう、貢献みたいな。うん、そうそう、松本って興味ない時ほど、あ、そうなんだっていう。興味はありますよ。興味あるけど、ただ、パケットが、なんだろう、あの、足りないんで、あの、テザリングで。だから、見れないなと思って。だから、端的に、ちょっと、写真とかね、顔面とか、スタイルを送ってくれると、判断つくな、みたいな。そうそう。まずはどこ住んでんの？東京、東京。うん。で、今、東京に住んで、で、宮崎とか、まあ、長野とか、まあ、練習は、今だと群馬、に行って、乗ってるみたいな。晴れは宮崎。宮崎に行った時に追い切りをしてるっていう。今月は2回行って追い切ってみたいな感じ。頭って太陽光発電しろやっても、それ、どうやってここで発電して売るんだよ、だから、これ。どこの電力会社買ってくるんだよって、これ。パケットを気にしない生活をしたいと思います。はい。思いますけど、欲しがりません、勝つまでは。ちゃんと JRA デビューして、立派な話になった暁には、そういうね、なんか、インターネット回線とか、あとは、まあ、彼女とか女とかね、もうはべらかして、そういうことをやっていい身分かな、みたいなね。そうそう。固定回線引こうよ、定額だよって言ったら、なんか、固定回線も調べたんだけど、やっぱね、高い。うん。
ただただ戦いっていうね。そうそう。思いっきりの動画見せてよと。見せただろう、だから動画。あ、ちょっともう時間ない。じゃあ次枠はってことでね、あの、プロバイドの出走情報をまあお届けするんですけど、その冒頭に、まあ、冒頭、後でいいかな。後に、じゃあちょっとハレオの思いっきり画像をね、送りますんでね、その、よかったら、まあ、続いてお付き合いくださいみたいなね。そうそうそうね。おつおつおつってことで、ありがとうございますっていう。まあ、プロバイドもね、2泊目次行きますよね。こっち固定2000円。マジで安みたいな。おー、安みたいな。全然、なんか調べたら4、5000円はかかるわ、みたいな感じ。あ、無理無理、みたいな。ギブみたいな。そうそうそう。おー、いうことで。まあ、次枠はってことで、はい。プロバイドの出走情報ね。まあ、プロバイドもね、ちょっと中市で、まあ、臨戦態勢整えておりますということで、まあ、調子は引き続き、みたいなんでね、その、詳細情報をお届けしたいと思いますね。引き続き皆さん、ご覧ください。よろしく、メカドック。ワンワン。